アイテム番号 SCP-36JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-36JP は敷地内全域をフェンスで囲い機械警備を行います。月曜から金曜までの午後3時半から午後6時の間、警備員に偽装した財団エージェント1名による巡回を行います。侵入者を発見した場合、財団フロント企業による再開発を名目に退去させてください。必要な場合は拘束し、記憶処理を行います。財団職員か非かを問わず、SCP-36JP の実態に遭遇した者への救助活動は行いません。説明。SCP-36JP は廃校となった、県、市立、中学校の職員室と、そこに発生する複数の人型の実態です。この実態に遭遇するのは、21歳から35歳までの人物に限られます。SCP-36JP は通常、非活性状態です。この状態の SCP-36JP に侵入しても、遺棄され荒れ果てた職員室があるだけで、特異性は確認できません。しかし平日の午後4時になると職員室内部にチャイムが鳴り、SCP-36JP は活性状態に入ります。SCP-36JP 内部の様子は、外部から観察が可能です。活性状態の SCP-36JP には、13体の人型の実体が存在しています。SCP-36JP1、13とします。以下に特徴を表記します。1、職員室の一番奥にある机の前に座っている、男性型の実体です。恰幅の良い初老の男性に見えますが、頭部はトロフィーに置き換わっています。実体の中において、何らかの権限を有していると思われます。2、SCP-36JP1 の隣に位置している、男性型の実体です。やはり頭部はトロフィーに置き換わっていますが、1よりもやや小ぶりです。会議の進行役を務めています。3、くたびれたスーツを着た男性型の実体で、頭部は三角定規に置き換わっています。この実体は机に向かい、ひたすら計算をしています。確認されたケースでは、未知の計算式を用いて10を3で割り続けていました。4、真新しいスーツを着た女性型の実体で、頭部はテープラジカセに置き換わっています。この実体はスピーカーから、クケモニ、と、ガキュータ、と名乗る人物の会話をリピート再生で流し続けています。途中から既存の言語と一致しなくなるため、会話の内容は不明です。会話は、クケモニ、が大声で怒鳴り出し、連続する殴打音とともに、ガキュータ、が絶叫を上げて、唐突に終わります。5、ラフなスーツ姿の男性型の実体で、頭部は毛筆の穂先に置き換わっています。机には書籍が山積みになっています。署名は、サケザベアレア、ケアオズとア、イチレスーサケザニノア、など、いずれの書籍も実在は確認されていません。6、薄汚れた白衣を着た男性型の実体で、頭部はフラスコに置き換わっています。フラスコ内部には液体に浮かんだ脳らしき物体が確認され、ホルマリン臭がします。この実体は常に頭部のフラスコを揺すっており、何かを確認している様子を見せます。7、ノーネクタイでワイシャツ姿の男性型の実体で、頭部は地球儀に置き換わっています。地球儀は縮尺が歪んでおり、極めて不正確です。映像を拡大して確認してみたところ、すべての国境線は年表や条文のような文章で描かれていました。これらの文章は不正確です。8、ほつれたセーターを着た男性型の実体で、頭部は石膏の鏡像に置き換わっています。この鏡像は油絵の具と水彩絵の具ででたらめに着色されており、実体はそれを鏡で確認しながらのみで削っています。9、破れたカーディガンを着た女性型の実体で、頭部はメトロノームに置き換わっています。
この実体は指揮棒を手にしており、常にゆらゆらと揺れていますが、メトロノームの動きとは同期していません。10. 汚れたエプロンを着た女性型の実体で、頭部は鍋に置き換わっています。鍋からは湯気が立ち上り、内部では裁縫道具が煮込まれています。11. 油染みだらけの作業着を着た男性型の実体で、頭部はネジに置き換わっています。この実体はハンダゴテとヤスリを持っており、頭部にハンダ付けをしてはヤスリで削り取る作業を続けています。12. 泥だらけのジャージを着た男性型の実体で、頭部はバスケットボールに置き換わっています。この実体は突然頭部を外し、バレーボールやサッカーボールに置き換えます。13.赤いシミのついた白衣を着た女性型の実体で、頭部は救急箱に置き換わっています。この実体はメスで自らの手を突き刺し、救急箱から用土チンキを取り出して塗りつけています。各実体はそれぞれ自分の活動に没頭していますが、SCP-36JP-02 は立ち上がって、会議の始まりを告げます。議題は様々であり、確認されたものの一部を列挙します。プールの消毒用塩素による健康被害が報告されたため、試験的に塩酸に置き換えてみる。集団検診の生存率が 2.7% だったため、次回からはギロチンを導入する。予算未決のため保留。妖怪部が県大会で準優勝し、全員が死亡したことの報告。まばらな拍手。来週から、ヌンパワザワイの準備期間に入るため、各学級から男女とそれ以外を1名ずつ生贄として選出する SCP-36JP-04 からの提案により、全員を生贄とすることで決定。活性状態の SCP-36JP に21歳から35歳までの人物が侵入した場合、実態によって拘束されます。対象は例外なく恐怖の表情を浮かべますが、未知の原因で身体の自由を奪われるため、抵抗はできません。対象は教育実習生、あるいは新任教諭という肩書きで、全実態に紹介されます。会議の終わりに対象は全実態に囲まれ、歓迎と称して撲殺されます。遺体の頭部は持ち去られ、代わりに何らかのオブジェクトが取り付けられます。これらのオブジェクトは特異性を持ちませんが、製造元は不明です。以下に回収された物品を挙げます。白紙の国語辞典。手書きのパラパラ漫画で脅迫文の書き方が説明されています。最初に発見された身元不明の白骨死体と共に回収。スチールウールのホルマリン標本。収容前の調査中に犠牲になった財団研究員から回収、アンエップと記されたリンゴの模型、海外投資の詐欺師だった D-036-01 から回収、赤い水玉模様入りの肌色のカラーコーン、ひき逃げ殺人を犯した D-036-03 から回収、20歳以下、あるいは36歳以上の人物が覚醒状態の SCP-36JP に侵入しても、これらの実態と遭遇することはありません。この時対象が目撃するのは、荒れ果てた無人の職員室だけです。これは、県の教員採用条件が35歳までであることと関係性があると思われます。午後6時になると全実態は職員室の出入り口を通じて消滅し、覚醒状態は終了します。いかなる事例でも、実体が廊下側に出現することはありませんでした。ほい。B クラス職員を用いた実験の最中、実体が通常と異なる反応を示しました。実験ログ36JP-05を参照してください。実験ログ36JP-05、日付20。対象、B-036-05、不起。対象は31歳男性、
元教員ですが、生徒に対する4件の編集済みで実刑判決を受けています。録音開始。対象が SCP-36JT に侵入すると同時に会議が中断し、全実態が対象を向く。では次に、明日から着任される新しい先生を、沈黙。え、な、なに、なんだ、おい、お前らはもしかして。全実態が立ち上がり、対象に向かってゆっくり歩み寄る。やめろ、こっちに来るな、来ないでくれ。俺が悪かったんだ。やめてくれ。お願いだから。SCP-36JP 全実態。お前じゃない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 。お前のせいで。お前じゃない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 。お前だ。絶叫と共に鈍い殴打音が繰り返される。以後録音終了まで変化なし。録音終了。結果、対象は、会議の終了を待たずに殺害されました。この実験では、他の実験よりもはるかに執拗な攻撃が加えられました。回収された遺体は損傷が極めて激しく、DNA 鑑定以外の方法では個人を識別できません。今回、オブジェクトの取り付けはありませんでした。分析。これまでの SCP-36JP 実態の言動からは、これらが対象の経歴を認識していることを伺わせます。今回の行動が対象の職歴によるものか、それとも犯罪歴によるものかは断定できませんでした。現在、この実験に対する比較実験が計画されています。教員歴がなく、中学児童に対する、編集済みの前科を持つ B クラス職員を養成中です。教員歴を有する非 D クラス職員を用いた比較実験は、職員の安全が確保されるまで延期します。